今回も素晴らしい演奏ありがとうございました。ブラスバンド HBB の皆様でした。4コーナーポケットにご注目。スタート準備が徐々に整っていきます。第19回兵庫ジュニアグランプリです。2008年はスーニ、2009年はラブミーちゃん、そして2013年西剣モノロフ、2015年サウンドスカイと過去10年の勝ち馬から4頭の G1 ホースが誕生しています。出世レースの兵庫ジュニアグランプリ、未来のダート界を背負って立つ馬がここから生まれるんでしょうか。今年も注目、数えて19回目の兵庫ジュニアグランプリです。ちょっと4番のソイカウボーイのゲート入りに手こずっています。圧倒的な1番人気は8番のハヤブサマカオウです。 JRA でデビューから連勝を飾りました。逃げて連勝を飾ったハヤブサマカオウ、締め切り直前単勝 1.1 倍の人気となっていました。4番のソイカウボーイ、こちらが2番人気、単勝は 6.9 倍です。前走札幌クラシックカップ重賞制覇、ダートではまだ負けていませんソイカウボーイです。8番のハヤブサマカオがこれから悠然とゲートに入ります。最後に12番のショコラパフェが向かいます。北海道競馬で3勝を挙げて今回が兵庫への移籍初戦、いきなりダートグレードを使ってきましたショコラパフェ、下原騎手を背にこれから向かいます。お待たせいたしました。第19回兵庫ジュニアグランプリ、体制が整いました。スタートしました。兵庫ジュニアグランプリです。ほぼ揃ったスタートを切りまして先行争いに入っていきます。人気の中心8番のハヤブサマカオが今日も逃げていくか、じわっと先頭に立ちそうです。外から10番森のラスボスが2番手、インコースから2番レナータ3番手、直後に12番ショコラパフェが続きます。あとは9番アスターソード5番手、そして中段のインコースから4番のソイカウボーイです。あとは7番タガノアム行って並んで5番クラウンエンジニア、3馬身後方から外6番リコーパイソン、インコースは3番エムティストロフィーです。後ろ2頭は1番スウォーナーレ、最後方から11番スリルとサスペンス、2コーナーカーブ回っていきました。8番のハヤブサマカオが今日も逃げています。デビュー連勝を飾った馬鞍上クリストフルメール、外から10番森のラスボス、それから9番アスターソードも並んでいきます。向こう上面中央2馬身後方から2番のレナータ、あとは12番ショコラパフェ、兵庫の馬が続いています。今5番手2馬身後方、4番ソイカウボーイが外に出して川原追い上げていきました。2番人気馬です。あとは5馬身後方から行っている6番リコーパイソンなど、 3,4 コーナー中間逃げる8番ハヤブサマカオ1馬身リード、400を通過、外からじわじわ9番アスターソードが接近する、それから10番森のラスボス、北海道頑張っている3番手、ここに迫るもう1頭の北海道4番ソイカウボーイ、4コーナーカーブからこれから直線へ。さあ先頭は8番ハヤブサマカオですが、並んでいく9番アスターソード、和田龍二がルメールを捉えるか、8番ハヤブサマカオ、9番アスターソード、この2頭一騎打ち、3番手が4番ソイカウボーイ、粘るか8番ハヤブサマカオ、最後首差しのいでゴリ、3連勝で重賞勝ち。勝ったのは8番のハヤブサマカオ、2着は9番アスターソード、3着4番ソイカウボーイです。勝ったのは8番ハヤブサマカオでした。デビュー2連勝のように圧勝ではありませんでしたが、それでも最後までしぶとい粘り腰、8番のハヤブサマカオを勝って3連勝、無傷で重賞制覇となりました8番のハヤブサマカオです。